国道369号線、奈良市内方面からね、柳生の方へ向かって走っているところです。今日はちょっとシリーズ昔話、ちょっとね撮っていこうかなと思ってます。やっぱり舞台はね柳生です。時代はね江戸時代、になります。江戸時代に、このね柳生の、奥ヶ原という集落ですね、そこにいた、庄屋さん、庄屋庄吉という方のね、お話をちょっとご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。柳生のね、奥ヶ原、ある時ねすごくこう干ばつが続いて、やっぱ水がね、取れないと、いうので、近くのね川から灌漑用水を引こうということで、その奥ヶ原の庄屋さんですね、庄七さんという方が、自分のね資材を使って、灌漑用水を整備したんですよ。で、まあ整備をして、運悪くというか時が悪くというか、安政の大地震かな、いわゆる南海トラフの地震ですよね、それが起こってしまったために、その灌漑用水が壊れてしまったと。で、修復がうまくできずに、村人のね、不満を買ってしまったと。で不満を買ってしまって、大官所にですねその不満が、投書されたと、いうことで、そのね大官所の方から村人の不満をまとめられない庄屋とは何事だというふうな形で、言われてしまい、大和を追放されてしまうと。大和の国から追放されてしまうという、非常にねこう、哀れなお話というかね、自分のね財産のほぼ全てを投げ打ってまで、村のためにということで灌漑用水を整備したのに、その村人からね、後ろ指を刺され、大官所に訴えられ、しかも故郷を追われてしまうというね非常にこう悲しいお話が残されています。資材をつなげ打っていろんなこう社会貢献、整備をしていくというのは、有名なところでいくとね大阪の道頓さん、道頓堀ですね、自分の商家としてね儲かったお金で、堀を整備するというのが道頓堀で、心斎橋、これも心斎さんという方がね、その道頓堀に、自分のね資材を投げ打って、橋を架けたということで心斎橋というような地名がね大阪の方ではねいろいろあるんですけど、このね奈良にもそういうね、男気のある庄屋さんがいたというお話です。でね、今から向かっているところはその庄屋さんのね庄屋庄吉の火が立ってます。そこを目指してます。でそこからね、その庄吉さん、庄吉さんか庄屋庄吉庄吉さんが流された場所、最終ね、大和を追われて、山城の国今の笠木町ですね、そちらの方にね流されてしまったというね、そこも火が立ってますので、そのね2箇所をね行こうかなというふうに思ってます。最高、おお、吹き気、いいね、春だ。ここ道きれいにするんだ。ここね、ここだけカーブきついんですよね。さあ、柳生の方にね、入ってきました。さあ、柳生の里をね、通り越しました。もうすぐね、奥ヶ原という
集落、このね峠を越えると奥ヶ原の方に入っていくんですけど、そのね村外れに、石碑が、あったあったあった、ここなんです。よいしょ。ちょっと止めにくいな。よいしょ。庄屋庄七、ということで、ね、布目川でしたね。はい、徳川末期。はい、とで、そこで布目川ですね。よいしょ。ちょっとねカーブなのでね、あまり止めにくいところではあるので、ちょっと来られるときはね注意していただきたいなというふうに思います。よいしょ。そうね、ここに書かれてあるように、はい、郡山藩にの管理か、ね、3人の庄屋さんのうちの1人と、そうね、資材を投げ打って工事の完成に努力を続けたと。難工事で2年かかった、2年かかってできたけれども、それほど通水を目的に反して失敗か。で地位も財産も全て剥奪されて、国払いの刑、大和追放ということですね。でこの庄七さんのね、社会貢献の精神というのは非常にいい心を打つものであるということで、はい、庄七さんのね、石碑、称える功績を称える石碑がここに残されています。でそのね庄七さんの追放された場所ですね、が山城の国にありますので、ちょっとそちらの方へね向かいたいと思います。そう、もう間もなくね庄七さんの終焉の地の石碑に近づいてくるんですけど、そうそう、このね、山城の国笠木ですね。近いとはいえね、山一つ隔てただけとはいえね、やはりふるさと大和を追われたっていうのは非常にこう悲しい晩年を過ごされたんじゃないかなというふうにね想像はします。この山の向こうは自分のふるさと、ね、大和、奥ヶ原か、ね、なのに、追放されてしまって、山城の国で、最後を迎えるというね、なんとも。でね、そこ行くにはこの沈下橋をね、渡るんですけど、よいしょ。よいしょ。ね、木津川を越えます。
おお、珍しい、珍しいぞ。まさか来ると思わなかっただ。どっちから来る？関西本線。どっちから来るかな？あ、あっちや。いや珍しい、亀山行きやったな。いや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 、ここで電車見ることあんまり少ないのにね。めっちゃ嬉しい。確かね、もうちょっと先だったような気するんだよな、正一さんの。あ、ここだ、ありました。よいしょ、ちょっとそこ止めさせてもらおうかな。ね、このね、ひっそりと立つ庄屋庄七王終焉の地ということでね、ここの山城の国飛鳥寺っていうものかな、うん、ここでね最後を迎えられたということでね、これぐらいのね距離ではありますけど、まあやっぱりね、山を隔ててこの山の向こう側、ふるさとの柳生奥ヶ原を思いながら最後過ごされたんでしょうね。うん、なんかね、悲しいお話ですよね。思ったよりこじんまりしてる日ですね。さあ、行きましょうかね。